皆さんこんにちは、リナ・オクマです。今日はこの肩のもっこりを取るピラティスを一緒に行っていきます。私たちは重力に逆らって生きているので、年々何も考えていないと体がどんどん縮こまっていくんですね。そうするとこの僧帽筋という筋肉がもっこりと膨らんできてしまいます。今日は肩を下に下げる、肩甲骨をしっかりと落とす練習をするルーティンを行っていきます。ぜひ肩のもっこり、僧帽筋の膨らみ気になる方は一緒に行ってみてください。そしたらまずはこのようにあぐらをかいた姿勢、もしくは楽になれる姿勢で、準備をしたら右の拳を作ります。そのまま左の肩に当てて、ちょうどこの首と肩の間ぐらいから肩のところにかけて、内側から外側にかけてグッグと押すマッサージから行っていきます。3、2、1、GO。 はい、始め。少し頭を横にかしげてあげて、そうすると肩の領域が広くなるので、より上から下にマッサージしやすくなっていきます。このね、指の骨を使って僧帽筋をグッグッと柔らかくしていってあげましょう。はい、じゃあ反対側も同じように行っていきます。左の拳で右の肩を触ったら、右の手はね、リラックスした状態で、上から下に左手で僧帽筋をほぐしていきます。はい、始め。背中が丸くなってるとね、あまり意味がなくなってしまうので、なるべく背中は正した状態で、上から下に僧帽筋をほぐしていきます。呼吸も一緒に合わせてやっていってあげましょう。鼻から息を吸って、はい、吐いて、体にたくさん酸素を取り入れてあげることで、より柔らかくなっていきます。はい、いいですね。したら今度は肩甲骨を下げる練習をしていきます。両手をリラックスしたら、このまま肩をグッと上に持ち上げて、吐く息でゆっくりと落としていきます。この時に腕の力でやるのではなくて、肩甲骨を意識して、肩甲骨から上に持ち上げて、吐く息で下に落としていく、この動きを繰り返していきます。これも背中が丸くなっているとあまり意味がないので、なるべく頭の方に体を引っ張り上げた状態で、肩甲骨の上げ下げを行っていきましょう。鼻から吸って上げて、口から吐いてゆっくりと下に落としてあげます。はい、では同じ、今と同じ動きを今度は手を上に上げた状態で行っていきます。吸いながらもう一度肩甲骨を上げて、吐きながら下に落とす。今度は腕を上げている状態なので、より分かりやすいかなと思います。しっかりと上、天井真上に伸ばしてから、ゆっくりと肩甲骨を下に下げていきます。吸いながら上げて、吐きながら落とす。はい、上半身まっすぐにセットしながら行っていきましょう。はい、いいですね。ではゆっくりと手を下げてきたら、このまま手のひらを天井に向けて、肘を軽く曲げます。この状態からゆっくりと肩甲骨を後ろに閉じて、手を前に持ってくると同時に緩める。吐きながら閉じて、ゆっくりと緩めていきます。
繰り返していきましょう。手の動きと同時にね、上半身が一緒に動いていかないように、なるべくお腹は引き上げた状態で上半身固定させていきます。はい、後ろで肩甲骨しっかりと閉じているのを感じていきましょう。はい、いいですね。そしたら今度はこのまま手を背中の方について体育座りの姿勢に移っていきます。指先をしっかり背中の方に向けたら、骨盤をまっすぐした状態で肘を吸いながら曲げて、吐きながら伸ばしていく、この動きを繰り返していきます。吸いながら肘曲げて、吐きながら斜め上めがけて体を伸ばしていく。伸ばした時は肩をしっかりと下に下げて、首長くして行っていきましょう。下腹部引き上げて、なるべく骨盤がね、ぐるっと後ろに傾かないようにまっすぐにした状態保ってやっていきましょう。このまま今度は肘を伸ばした状態でお尻を持ち上げられるところまで持ち上げていきます。でゆっくりとお尻を落としていく。吸いながらお尻を上げて、しっかりと肩甲骨を下に下げてあげます。で吐きながらお尻をゆっくりと落としていく、この動き繰り返していきましょう。なるべく肘は伸ばした状態で、かつ指先は背中の方に向けたまま行っていきます。お尻を一番高いところまで持ち上げて、ゆっくりと落としていく。首がね、すぼまっているとあまりお尻持ち上がっていきませんので、しっかりと首長くして、肩を下に落とした状態でお尻上げ下げしていきましょう。吸ってアップ、吐いて下ろす。下腹部をへこましておいてあげると骨盤周りが安定してくるので、よりお尻上げやすくなっていきます。はい、いいですね。ではゆっくりと足を伸ばしてきたら、今度はもう一度背中をぐっとまっすぐに、骨盤をまっすぐに立てたら、肩をすぼめてゆっくりと伸ばす、この肩の前のローテーションを行っていきます。難しいよっていう方はそのまま肩下げてぐっと押し出すだけでも大丈夫です。吸いながら肩すぼめて、吐きながら伸ばす。できる方は肘伸ばした状態で肩を前に回していきましょう。肩というか肩甲骨ですね、肩甲骨からぐるぐるぐるっと回すようなイメージを持ってやってあげると、少し可動域広くなっていきます。あくまでも背中と肩を使って行っているので、上半身がね、ぐるぐるぐるっと回っちゃったり、肘が曲がらないように、なるべく肩甲骨周りから回している意識を持ってやっていきましょう。はい、ですね。では今度は反対回しも一緒に行っていきます。後ろに肩を下げて下げて頑張っていきましょう。はい、はじめ下腹部を引き込めた状態で後ろ回しを行っていきます。後ろに肩甲骨を閉じて、肩を前に持ってきた時に緩める、肩後ろで肩甲骨閉じる、ゆっくりで大丈夫ですので、一つ一つ動きを確認しながら丁寧に行っていってあげましょう。しっかり肘は伸ばしたまま行っていきます。はい、ですね。ではラストはこの状態から一度吐いてリラックス。次の吸い気で頭の方に体を伸ばすようにして、お尻を天井高く持ち上げていきます。でゆっくりとお尻を落としていく。
アイラスト頑張っていきましょう。吸いながら肩下に、肩甲骨下に落としながらお尻上げて、吐きながらゆっくりとお尻を落としていきます。これもお腹をへっこませといてあげると骨盤周りがぐらぐら揺れなくなるので、より、ね、手首とか負担を軽くした状態でこの動作できるようになっていきます。頭の方に伸びるようにしてお尻上げて、はい、ゆっくりと吐きながら落としていく。ではゆっくりと腕をまっすぐ伸ばして回していってあげましょう。後ろ回しと前回しも一緒に、はい、お疲れ様でした。肩甲骨周り、そして僧帽筋周り、少しほぐれて鍛えられたのを感じられましたでしょうか。普段の姿勢から背中が丸まりがちな方、肩が前に入りがちな方は僧帽筋がガチゴチに固まっちゃっていますので、しっかりと肩甲骨を下に落として肩を正しい位置にはめてあげる練習を定期的に行ってあげてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。